長岡京わらびとり殺人事件。追われている、助けてください。この男の人、悪い人。長岡京わらびとり殺人事件とは、1979年昭和54年5月23日水曜日、京都府長岡京市の山中でわらびとりに行った主婦2名が消息不明になった。当時の天気は晴れで、気温は28度程度であった。主婦2人は阪急長岡天神から歩いて5分ほどのスーパー泉屋長岡店でパートをしていた A さん当時43歳、B さん、当時32歳だった。仕事終了時に、わらびとりに行ったまま消息不明。2日後、25日、金曜日に山頂付近で遺体となって見つかった。現場は奥海院寺という小さな山。その山を地元の人は野山、または西山梅林と呼んでいた。二人はスーパーで仕事を終え、午前10時過ぎに山へわらびとりに向かった。わらびとりもそれほど長くする予定ではなかったそうです。わらびとりと弁当を食べて、15時ぐらいまでには家に帰る予定だったという。検視の結果、直接の死因は A さん当時43歳が絞殺、 B さん当時32歳が刺殺。二人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱、取った直径10センチ程度のわらびの束、財布が入ったままだった。死亡時刻はどちらも午後13時半から午後14時頃までと判明。どちらもお金を取られた形跡はなかった。A さんの衣服のポケットから、追われている、助けてください、この男の人、悪い人、と鉛筆で走り書きをした勤務先の2日前のレシートが出てきた。どちらの衣服のポケットなどからも鉛筆は出てこなかった。そのため、後日警察は遺体発見現場付近の土砂をふるいにかけ、殺害現場から南へ17メートルほど離れたところで鉛筆の芯の先端だけが発見された。しかし、鉛筆そのものは見つからなかった。その鉛筆の芯がメモに使われたかもはっきりとは分かっていない。この現場はピクニックや山菜採りに地元の人も訪れるようなところだが、犯行発生前から竹が生い茂り、昼間でも薄暗いところが多く、レイプ事件などが発生していた。 A さんと B さんは午前6時から午前10時まで仕事をした後に、店で弁当を買った後、自転車で野山へ向かった。 A さんはこの年は7回目、 B さんは初めてのわらびとりであった。二人は野山ふもとにある寂静院前の畑に自転車を止めた。午前11時、二人は徒歩で山へ入った。二人の姿を宅地造成工事現場のガードマン、登山道入り口近くの竹林で作業をしていた夫婦が目撃していた。二人は昼食の弁当を食べた後に事件に遭ったと思われる。
胃の内容物の消化状態から犯行時刻は13時半から14時半とみられる。 B さんは15時半に子供を保育園に迎えに行く予定であったが戻ってこなかった。 A さんの遺体は野山山頂付近雑木林の斜面で仰向けで倒れていた。おそらく斜面の上から突き落とされたと思われる。直接の死因は両手で首を絞められ窒息。拳や蹴り上げられたような30箇所にも及ぶ皮下出血の跡があった。肋骨は9本折られ肝臓は破裂していた。 A さんの服装はスポーツシャツにジーンズ、シャツのボタンは一部取れていた。靴は脱げていた。遺体のそばには所持金2000円が入ったリュック、ジーンズはきちんと身につけていたが、犯人の体液が A さんの体内から検出された。検視から犯人の血液型は A 型または O 型。 B さんの遺体は A さんの遺体が見つかった斜面から数メートル登った場所で見つかった。主婦 B さんの直接の死因は失血死であった。 B さんの遺体にも首を絞められた跡があり、拳や蹴り上げられたような50箇所に及ぶ皮下出血の跡があった。うつ伏せ状態でリュックを背負ったままだった。下半身は露出しており、パンストと下着が足に絡まっていた。そして遺体の周りにジーンズと靴が散乱していた。うつ伏せの B さんを仰向けにすると左胸に文化包丁が刺さっており、左第四肋骨を切断し心臓から肺にまで達していた。これが直接の死因である。この包丁はステンレス製、全長30センチ、刃渡り18センチ、最大幅 4.5 センチ、柄は茶色の木製、岐阜県関市で製造された7万本のうちの1本。包丁は事件の数年前に製造中止になったもので、メーカーの刻印はなく、アウトレットとして流通したものである。この包丁には、刃に対して垂直方向に多数の傷がついていた特徴があった。遺留品は主婦 B さんの遺体に刺さった包丁のみで、指紋は検出されず、販売ルートも解明されなかった。1994年平成6年6月24日火曜日、公訴時効が成立した。事件現場は標高230メートルの里山の山頂付近。包丁はこの付近でタケノコを取るために砂利や小石の混じった土に横向きで突っ込む形で使用されていたものではないかと推測されている。犯人はこの付近で土地勘があり、タケノコ泥棒などであった可能性がある。包丁は服をまくし上げ、直接肌に刺さっていた。左第四肋骨を切断し心臓から肺にまで達していた。 B さんの遺体にも手で首を絞められた跡があった。拳や蹴りなどによる50箇所に及ぶ皮下出血の跡があった。 B さんの体内からは体液は検出されなかったが、検視によると木片などによる陵辱があったとされている。 B さんには犯人のものと思われる体毛が付着しており、鑑定の結果は血液型 O 型である。殺害現場付近に残された足跡で登山靴やスニーカーとは違う、おそらく革靴のような足跡が2つだけ発見された。メモに使われていたレシートに関して、2人のパート先であるスーパー泉谷、5月21日月曜日、事件の2日前のものである。レシート
裏に書かれていたもの、 A さんの書いたものと筆跡鑑定されている。警察は A さんがレシートに書いていることから単独犯であると考えていたようである。 B さんの夫は B さんが保育園に迎えに行かないばかりか帰ってこなかったため、事前に野山に行くと聞いていたのか、その夜夫は単身野山を一人で探索した。翌日には当直明けの A さんの旦那も捜索に参加した。しかし自分たちではどうすることもできないと悟ったのか、警察に相談、捜索願いを提出。30人体制で捜査が開始された。この日のうちに寂聴院の前の自転車が発見。またガードマンから2人が午前11時ごろ山に入っていった証言も得られた。この日捜査は深夜まで行われたが、発見には至らなかった。翌日午前9時から捜査開始。警察犬3頭と消防隊員なども加わり、120名による捜査が開始された。そして捜査開始から約1時間半後の午前10時半ごろ、山頂付近で警察犬が反応。変わり果てた姿で A さんが発見された。主婦 A さん、発見現場から斜面を約10メートル登ったところで主婦 B さんの遺体が発見された。本件は事件性ありとされ、殺人事件として捜査が開始された。京都府警は向こう町署に捜査本部を設置した。 A さんがメモを書く隙があったとして、犯人は一人、犯人が B さんを暴行している最中に A さんにと脅して、その後に B さんを殺害した。 B さんが暴行されている間に A さんはメモを手の中で隠しながら書いた。追われているという文面は A さんが逃げ出し、メモをどこかに落として誰かに見てもらおうとしていたことを表すと警察が断定、報道がなされた。捜査員は約2万5000人動員し、変質者約207名をリストアップして徹底した捜査がされた。事件当日、野山に入山していたのは15から16人、山から降りたのは11人。その中で身元がわからなかったのは5人。野山から降りていない車もチェックし、造成地の現場作業員に対しても捜査を続けた。まず事件前年目撃された包丁を持った中年男、1978年昭和53年の同じ頃、事件現場から西南約300メートル雑木林でわらびを取っていた主婦に、奥さん、わらび取れますかと声をかけ、手には刃渡り30センチの包丁が握られていた。主婦は驚き、慌てて逃げ出した。幸いにもその主婦は夫と子供とわらび取りに来ていたので、家族の元へ逃げて家族と合流、急いで山を下山した。男は40から45歳ぐらい、身長170センチ程度、ネズミ色の上下の作業服を着ていた。山林内の道路を走る暴走族と思われる不良グループも目撃されており、警察は暴走族の不良グループも視野に入れ捜査をしていた。事件の6日前にも目撃証言がある。事件現場付近でわらびを取っていた主婦が40から45歳くらいの中年男に、取れますかと声をかけられた目撃証言がある。男はスポーツシャツに
ズボン姿の軽装で、雰囲気はサラリーマン風であった。警察は似顔絵作成したところ、1年前に目撃された男に似ていたことが判明した。すると3件の目撃証言があった。目撃証言は水曜と木曜のみで、被害者2人が襲われたのは水曜日であった。続いて地元の不良2人。地元で有名な不良2人は建築作業員で犯人と疑われた。2人は28歳と26歳。事件同日の5月23日、14時頃、野山から急いで降りてくるところを地元住民に目撃されていた。警察から重要参考人として取り調べを受けた。そしてそのうちの一人は空手を習っており、ちょっとしたことで切れやすい性格だった。誰にでも喧嘩を売ることで知られていた。不良仲間の間でも空手の強さは有名だった。二人は23日以降は急に真面目に仕事を取り組むなど不自然な行動があった。事件当日の夜には二人がどちらかの男の家の前でこそこそと話し込む姿を目撃されていた。事件前日まで二人が犬を連れて現場付近をさまよっていた。二人のどちらかは不明だが、緑色の自転車に乗っており、たびたび殺害現場への里山を自転車で走っていたことも目撃されていた。警察はこの二人と凶器となった文化包丁の関係を調べていたが、犯人である確証もつかめず、二人は建設会社の社長に、二人は宇治の建設現場に、仕事に行っていたとの証言もあり、容疑は晴れている。次は25歳から30歳ぐらいの男性二人組。この二人組を目撃したのは、近くの竹やぶで作業をしていた山林所有者。男性二人はジーンズに白いシャツで、ハイキング客のようには見えなかった。被害者2名が入山したその後に入山したことから疑われた。被害者たちとこの2人組の時間差は10分程度であったとされている。この2人に関しては捜査協力などは得られず、詳しい身元は判明しなかった。そして事件は未解決事件になった。